はい、皆さんこんにちは。一般社団法人動きのコーツ協会島根の理学療法士の石飛拓郎です。皆さん、手を前に伸ばそうとした時、足を動かそうとした時に体がグラグラする、バランスが崩れやすいという方いませんか？この動画を最後まで見ていただけると、手を伸ばすとき、そして足を動かすとき、しっかり体、まっすぐ保ったまま安定した状態で手足を動かせる可能性が出てきます。今回は、手足をスムーズに動かすための体のまっすぐを作るためのコツになります。はい。ではですね、リハビリ場面でこのようなことをですね、言われた経験ある方はいませんか？体が傾いてますよ。まっすぐ座ってください。自分の中では、これがまっすぐだというふうに思ってたけど、こうですね、言われて初めて傾いていたことに気づいた。あと、どのようにこうまっすぐに修正していいかわからない、という方もいたんじゃないでしょうか。今回は、この体のまっすぐについてですね、どこでこう体のまっすぐを判断しているのかというのと、どのようにすれば体のまっすぐを保つことができるのかといったところを実際にご説明していきます。まずはじめに、こう手足をですね、動かす場面、手を伸ばす、物を取るですね、あとは立ってこう歩くとかですね、そういった場面で、この体のまっすぐっていうのは非常に大切になります。この体がまっすぐ、そしてですね、安定していない状態、崩れている状態で手足をスムーズに動かすことは難しいです。実際にこう研究でも、手やですね、足を動かす前に、まず体がしっかりピシーッと安定して、まあ、筋がですね、働いて安定した状態で手足を動かしているというふうな研究も出ています。なので、この体の機能ですね、体幹のまっすぐ、体のまっすぐとかですね、安定性といったところは非常に大切になります。多くの方が体の筋肉、筋力が落ちているから、体が崩れている、体のまっすぐが崩れている、あとはですね、麻痺があるから崩れているというふうに思っている方も多いと思います。筋肉や、こうですね、麻痺の影響というのも大きいですが、まっすぐの判断、体がまっすぐになっているという判断をしているのは脳なんですね。なので、脳へこうアプローチ、脳のリハビリを行うことが一つ大切になります。そして、この体のまっすぐ、さっきですね、脳が判断していると言いましたが、何をもとにですね、判断しているのか、というと、体の感覚になります。右側から入ってくる感覚は、こちら左の脳に集まって、左側の体から、入ってくる感覚は、右側の脳に集まってきます。そして、この右と左のこの感覚のズレ、この感覚がズレることで体が傾いていて、そして、この感覚のズレがずっと長いこと続いていくと、脳がこのズレている状態がまっすぐだというふうに判断してしまうんですね。なので、自分としてはこれがまっすぐだなと思っていても、実は傾いているということが多いんです。なので、大切なのはこの右と左ですね、いい方とですね、麻痺側の感覚のズレを少なくするというのが脳のリハビリにとって大切になります。これから実際に座っている場面で体のまっすぐを確認することを行っていきますね。今回こちら左側をですね、麻痺側として説明していきます。はい。では先ほど説明したように体の感覚が大事と言いましたよね。そしてこの座っている場面で言うと椅子についているお尻です。お尻の感覚が大切になります。
では、まず確認していきましょう。右側のお尻、どうでしょう？右側のお尻は、お尻全体で広くついている感じしますね。しっかりついている感じですね。そして、左の麻痺側どうでしょう？右に比べたら、ついている範囲が狭かったり、感覚が薄い、ちょっと浮いてる感じもするな、とかですね。外側だけでこうついている感じもする。このように感じている方、いるんじゃないでしょうか。皆さん、まず確認してみてください。まず、この右と左ですね。いい方と、麻痺側の感覚のズレ、違いを確認することが大切です。そして、このズレ、感覚の違いを確認したら、このいい方で感じたお尻のつき方、感覚ですね。広く、しっかりついている状態。この感覚を参考に、同じように、麻痺側も、いい方のように広く全体でしっかり意識を集中させて感じてみてください。普段はあまりお尻ついてる感じですね、意識していないので、しっかり集中して意識をすれば初めに比べて感覚が変わってくると思います。どうでしょう？いい方のように広く全体でしっかりついてる感じ、少しでも感じることができていたら、うまくいっているサインですよ。そして、このようにうまく感じれた方、また、まっすぐに戻ってもらって、右と左、いい方と麻痺側のお尻の感覚を、同じようにこう感じながらですね、座ってみてください。すると、どうでしょう？最初に比べて、座り方が安定している、いい方と麻痺側でしっかりこう椅子に座れている感じがして安定している。そしてその状態で手を伸ばしたり足を動かしたりしても、最初に比べてグラグラする感じ、崩れる感じが少ないというふうに感じられた方は大成功です。ぜひ、こう生活の中でも行えることですので、実践してみてください。今回は、こう手足をスムーズに動かすための、体のまっすぐを作るためですね、お尻の感じ方を感じることが大切だという内容でお伝えさせてもらいました。今回動画を見られていいなというふうに感じられた方は、グッドボタンを押してください。そして今回動画を見ても、なかなか、うまくできなかったという方も安心してください。この動きのコツ協会島根では無料電話相談も行っております。電話相談だけでも体の変化を実感される方はいますので、ぜひかけてみてください。そして電話するのちょっと難しいなと、電話するのがちょっとハードルが高いなという方は、ぜひ下のコメント欄に、コメントをしていただけると、そのコメントに対して動画を作成したり、コメントをですね返させていただきますので、コメントを返させていただきますので、ぜひ、コメントの方もしてください。